平田良介お立ち台です。放送席、放送席、そして名古屋ドームのファンの皆さん、ヒーローインタビューはもちろんこの人です。サヨナラホームラン、平田選手です。平田選手自身初めてのプロでのホームラン、それがしかもサヨナラでした。どんな感触でしたか？いやもう打った瞬間に行ったと思ったんですけど、でも午前中にも親子の試合がありまして、でウエスタンの方の試合も出てまして、もう12時間以上名古屋ドームにいるんですけど、とにかく打ててよかったです。そのホームランを打って初めてこの大歓声、大拍手受けていますが、どんな気持ちですか？やっぱり大勢の皆さんに応援していただいてるんだなっていうのをすごく感じ取れる人の数だと思います。もう9回サヨナラしかないというところ、ワンアウトでランナーがありませんでした。どうですか、どんな気持ちでバッターボックス入ってました？立浪さんにもう代打ランナーおらんかったらホームラン狙っていけよって言われたんで、もうホームラン狙っていきました。ホームランを打ってからいろんな人に握手、それから声かけられてましたが、どんな言葉がありました？ナイスバッティングとか、お前1日2本じゃんとかいろいろ言われました。まあすごい嬉しいです。さあこれがチームを救うという形にもなっています。再び貯金生活、それから今シーズン初の同一カード3連勝ということにもなりましたが、いやもうすごい嬉しいですし、僕自身も交流戦明けからしか上に上がれてなかったんで、初めて今知ったんですけど、そういう大事なところにの舞台に立てたことがすごく嬉しいです。まあ、高校時代からホームランバッター、プロとしてはこれでどうでしょう、ようやく第一歩という感じにもなかったかと思いますが。そうですね、監督、本人からは言われてないんですけど、神宮とかでも大事なところで代打出させてもらって結果出せてなかったんで、まあ、もうそろそろ出るやろうみたいなことは話されていたみたいです。さあまだまだクライマックスシリーズ進出に向けまして大事な仕事も残っていると思います。まだまだホームランもファンの皆さん期待していると思います。ファンの皆さんに最後にメッセージお願いします。中日ドラゴンズは今年もクライマックスシリーズに出て、でリーグ優勝して、日本シリーズも優勝して、最後まで野球しますんで応援よろしくお願いします。ありがとうございました。プロ初ホームラン、サヨナラホームランでした。平田選手でした。放送席どうぞ。まだまだ初々しい感じの平田良介ヒーローインタビューでした。